今日はですね、大西健プロに来てもらいました。本当にありがとうございます。先輩マジありがとうございます。いやもう本当に大西健プロはもう初期の頃からもう本当お世話になっていて、またこうやって本当に撮影することができて、もう本当に大変もうありがたいです。本当にありがとうございます。すみません、帰ってる。いやもう本当もう僕汗かきなんですよ本当に。昨日とかももう靴濡れるまで汗かいたんです。それはもったいない。ほんとほんとほんと靴泡出ました。泡、はい、本当に泡出ました。泡出ました。ちゃんと勝手に一緒に行く。いや結構やばかったです本当に。今日動画には映してないです。汚すぎて。今日も多分インドアなんでワンチャン泡出るかもしれないです。楽しみにしとくわ。はい、ということでですね、今日はですね、ケンさんは、アンダー16の全日本ジュニアとか優勝で、で、グランドスラムジュニアも出て、もう本当、大西ケンさんのこと知らない人いないじゃないですか、テニス界です。それは分からないけど。いや、けどもう本当トップ、もうトップ選手じゃないですか。いや、もう本当に。だって僕、やっぱ小さい頃とか、もう本当マガジン見たら絶対大西ケンさんいるみたいな。で、テニスマガジンあるじゃないですか。で、インターネットとかでも毎回もう優勝みたいな。もう本当、雲の上のようなもう存在の方なんで、やっぱそういう選手ってどういう練習してんだろうみたいな。みんな気になると思うんですよ。でも僕も気になるんで、今日はその練習をぜひ体験させてもらいたいなということで、大西健プロのおすすめの練習メニューをやっていくということで、ぜひお願いします。ありがとうございます。お願いします。今アップが終わったんですけど、これからちょっとケンさんの特別メニューちょっと教えてもらいたいと思います。自分がジュニアの頃よくやってた練習なんだけど、はい、なんか相手に振られても、はい、自分が狙ったとこにしっかりコントロールして、はい、連続でボールをこう入れるっていう練習なんだけど、はい、今日は2人やから片方が半面入って片方が1面で動くっていう練習なんだけど、はい、半面の方は試合想定してしっかり、はい、でそれに対して1はその反面の方に返していくっていう練習で、はい、もうなんか何球とかっていうのはもういつも自分で設定してたんだけど、はい、7球とかの日もあれば10球とかもあるし、はい、もうそれはなんか1の振り回される方が自分でいつも設定して、はい、セット数も設定してやる、はい、じゃあ僕10球で、OK、お願いします。10球連続、本当にだからあれですよね、ただこう入れるだけとかじゃなくて試合想定なんで、もういつものクオリティで10球しっかり、狙ったところに打つっていうことですね。でもその反面の方も、はい、なんかちょっと振って、はい、相手が戻れてないからってなんかゆっくり返したりとかするんじゃなくて、はい、試合想定してなんかもう
むやみに打つんじゃないけど、はい、もう甘いボール来たら全然アタックして。わかりました、決めに行きます。じゃあそれでお願いします。はい、お願いします。なんかちゃんと成長しててちょっと嬉しかった。本当ですか。マジでやばいじゃないですか。でも全然もういい感じです。結構良かった。いや、あのケンプロ、斉藤プロ、田沼プロにも褒められるっていうのは僕にとってもうめちゃくちゃ嬉しいことなんで。なんかちゃんと成長してるなと思った。本当ですか。ラストセット行きたいと思います。バックのクロスは得意なんですけど、このバックのストレートに流すのがあまり得意じゃないということで、その理由としてはやっぱり下がっちゃってるんですよね、打つときに。そのバックのクロス打つよりも、なんでしっかりバックはこう、まあベースラインのその真上ではないですよ、けどベースラインのちょっとやっぱり近くでしっかりストレート打ちです。でこれは初めてのことなんで、まだまだまだなんで、まあ、しっかりクオリティ上げる、その代わり7でしっかり質を上げていきます。お願いします。今練習終わりました。ありがとうございました。いや、ですね、もうこれ本当にどっちかというとコントロール系練習プラスミスしない練習って感じじゃないですか。やっぱりそれ僕に一番必要だと思うんで、そのまあ YouTube の企画でやるっていうよりも、もうプライベートで松尾さんとか、まあ、違う人とこう相模原で練習してる時にぜひ使わせてもらいたいなと思って、もう本当にすごくためになる練習して、ありがとうございます。これの、はい、これのいいとこって、はい、まあ、相手が自分より下やったとしても、はい、基本的にさ、向こうが反面にいたら、はい、相手動かなくていいから、また帰ってくるやん、はいはいはい、で、自分一面やから、はい、基本一面の中に入れれる、まあ、ある程度入れれるやん、はいはい、で、アウトになっても、それ取る練習すれば、まあ、確かに基本的に、確かに本当に帰ってこないとかじゃないかに、はい、誰でも練習かなり、これはあれですね、マシーン、もう自分がこう機械になるような練習ですね。でそこからなんかその土台があって攻撃したりとか、はいはいはい、ヘッドプレーとか、はいはいはい、したらもっと幅が広がるから、確かに
大体これ10球とかってやるときって何セットぐらいで終わらせないといけないんですか？1回がこれ1セットだとしたら。いや、なんか何セットとかはないけど、まあ、なんか何球もやってたら相手とかもあるなっていうし、はいはいはい、4、5分ぐらいには終わってないとダメですね。やっぱ上級者レベルってなってくると、もう本当4回目ぐらいで終わるぐらいの勢いでやんないとダメってことですね、やっぱり。わかりました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。